女人解放第一章和田倉門の一揆はその日のうちに江戸中の評判になりました。危うく大事になりかけた飛騨の百姓たちの豪祖を領主金森兵部少輔が恐れはばかる色もなくその場に顔を出して百姓をなだめ役人たちに詫びて事なきを得たというのです。町の噂は四谷見附外の中屋敷の中にも伝わらないはずはありません。その日の夜はもう下々のひそひそ話になり、明くる日はもう屋敷いっぱいの評判になってしまいました。殿、世上の奇怪なお噂、ご存知でいらせられましょうか。金森友之丞はよほど慌てたらしく、室内の高温だを突き飛ばすように、相変わらずの飲酒に溺れている兵部少輔頼兼の居間に飛び込みました。書院作りとは、にもつかぬ隙を凝らした小部屋。これが大名の居間かと驚かれるようなところに、昼から叫びたり、そばには三人の妾が、お縁の方と共に酌などをしているのです。聞いた。が、昨日夜は一歩も外へは出んぞ。一日一杯の叫びたり外へ出る興味などは千之助の頼兼にはなかったのです。では和田倉門外で百姓をなだめ散らしたのは何者でございましょう。知れたこと、兄の万之助ではないか。千之助の頼兼は不気味らしく辺りを眺めやるのです。万之助様は三階からお姿を隠しました。村岡殿に言わせると天狗がさらったと申すことで。千之助は酸っぱい顔をするのです。さようなバカなことがあるはずはない。お言葉ですが、万一ご無事で生きていられても黒白がわずかにわかる全くの目くら、あの底火は治りません。さよう、天狗魔人の力でもあの眼病は治るまい。すると二人は顔を見合わせてぞっと肩を震わせました。天狗を信じた人には幽霊やお化けを信ずることもありうる迷信です。つきましては証言橋のお上屋敷の動揺は容易ならぬことに立ち至っております。ご家老伊藤弥一郎様もなだめ役にはことごとく手を焼いているよぼす。殿ご自身お出まし遊ばして家中のしきたり、殿のお考え、一つも変わりはないことを思いし聞けるほかはございません。はばかりながら私も御友をつかまつります。金森友之丞がこうまで言うのです。兵部少輔頼兼が急に賢くなったとなると、主君の愚鈍と邪悪を良いことにして勝手に私利を営み、勢力を乱用していた家臣たちが狼狽するのも無理のないことです。千之助の頼兼と金森友之丞は急に乗り物の用意をさせて芝正元橋に向かいました。家中の動揺を防ぐには主君の顔を見せるほかはありません。主従二人は出て行きました。やがて春の日は暮れて、夜のおぼろが江戸いっぱいを神秘らしく立ち込めましたが、主君千之助の頼兼の言った芝の上屋敷からは今夜は当方にお泊まりという使いがあり、の木でいると夜も次第に更けて、かれこれ五つ半、九時という頃、思いもよらぬ主君の帰還に眠り支度をしていた門番が驚きました。第二章、中屋敷はにわかに色めきました。五つ半過ぎの上屋敷からのご帰還などということは、当時の常識にはないことです。大名の夜道は禁ぜられていたわけではないのですが、国主大名が上屋敷から中屋敷へ真夜中近く帰るなどということはめったにありえないはずです。もっとも千之助の頼兼は法外にこの中屋敷を愛しました。36人の妾がいるせいばかりでなく、ここには煙ったい江戸家老もいず、還元などをする厄介な忠臣もいなかったのです。お供は顔の新しい六尺や中元物が少しばかり、それはともかくとして蕎麦用人の稲垣小太郎がついているのですから、間違いのあるはずもなく、腰元たち
列を正してお居間に案内しました。お帰り遊ばしませ。妖艶三十六章をリードするお縁の方が衣服を改めて御前に進みました。夜分大儀であったな。お景色も優れませぬよう拝しまする。すぐさまお休み遊ばしませ。見るといつにない主君兵部醤油の青白い顔をお縁の方はふと気になったのです。いやそれどころではない。差し迫っての用事があるのじゃ。稲垣小太郎を呼べ。御前に。声に応じて用人稲垣小太郎を御前に両手をつきました。思う司祭あってお縁を含めて36人の女ども今宵たった今暇を使わす。それぞれの務めに応じ年数を考えて十分の手当を取らせ半時のうちに引き取らせるように。たった一人も残すことはならんぞ。は。これは実に驚くべき命令ですが、稲垣小太郎は無表情に一礼するとそのまま立ち上がろうとするのです。恐れながら私は。お縁の方は滑り出て劇場に引き締まった顔を上げました。頼兼は青白い顔を上げてきっと見据えました。冷たく激しい眼差しです。他の人たちはともかく私は格別の恩をおぼし召しをこむりました。わけもなくお屋敷からは退散いたしかねます。お縁も負けずと激しい調子でした。何を申す。奉義へのお届けはおろか家中へ披露した正室でも何でもないその方はいわばただの奉公人ではないか。ただの奉公人。殿様は思いのほか下品な言葉を使うのです。三代中勤を抜きんでた臣下でも気に入らなければ長野糸間を使わすのが武家の習いだ。あれこれ申すな。いいえ、私はただの奉公人ではございません。数々の機密とやらも伺い。つまらぬことを申すな。その機密とやらはその方が勝手に作ったものであろう。女同士の嫉妬でその方の手で殺めた人の命の数も少なくはあるまい。近くはおしのとやらもその方が殺めたではないか。はまわぬ。小太郎、その女だけは特別に扱い町方役人の手に引き渡せ。頼兼の命令はこうまでも激しいものだったのです。第三章、三十六人の目掛けは一人残らず引き出されました。いずれも若くて美しいのばかりですが、中には頼兼やお縁の方の意に背いて手痛い仕置きを受けたのもあり、鈍海坊の不老調整の術の残酷な犠牲になって生きながらかばねになったような気の毒な女もありますが、稲垣小太郎はかねて用意したものか、それぞれの事情に応じて手当を加減し、ただで追い出されるのから、一人で最高300両の手当まで、全部でざっと3000両の手当を与え、36丁の町かごを次々と庭に引き入れて、手回りのものを持っただけ、一人残らず解放するのに、わずかに半時という取りさばきは、実に非凡の腕前でした。その36人の美しい目掛けのうちで一文の手当ももらえないのは一番威張っていたお縁の方たった一人。中楼閣の村岡は下され者を辞退して身一つでおばの家という神田まで送られていったのはいかにも目立ちました。これにて36人の女を滞りなく追い払いました。それは大義であった。稲垣小太郎の報告を受けて頼兼は寂しそうにうなずくのです。ところがお縁の方がたった一人、なんと申し聞けても退散いたしません。いかが計らいましょうか。稲垣小太郎も通用門の柱に絡みついて何としても離れそうもないお縁の方の必要さには手こずった様子です。構わぬ。庭へ引き出して無理を言わせぬよう十分に仕置きをした上、妻恋坂の寮においておしのを殺した下手人として町方の手に引き渡すがよい。は。稲垣小太郎は
引っ返してその命令通りに運びましたが、九条門まで引きずってこられたお縁の方は植え込みに逃げ込み、庭石に抱きついて、さあ殺せ、このお屋敷から追い出されるくらいなら私は未練げもなく殺されてやる。あの殿様は一応似ているが偽物に違いない。三年越しのご寵愛を受けた私にそれがわからぬはずはない。覚えている。などと必死にわめき立てるのです。それをやわやわと縛り上げて、九条門から外へポイッと出すと、外には顎の長いのが待っており、はい、来た。甘っこはもう少し品よくダダをこねるもんだよ。色気がなさすぎるぜ。放り出されたのを宙に受け止めるように待たせてあったカゴに押し込んで、夜の街をどこともなく飛んで行きます。これだけの騒ぎもたった一時の間に済んでしまいました。真夜中の九つの鐘が鳴り終わると、では用事も済んだらしい、早速立ち帰ろう。頼兼は至って無造作に立ち上がると、一緒についてきた稲垣小太郎を呼んで大玄関に待たせてあったカゴに乗るのです。中屋敷の家来ども、女も男もあっけに取られて、しばらくは口を聞くものもありません。女どもで残ったのは老女たちとその召使いだけ。互いに顔を見合わせて心ひそかに留飲を下げたかもわからないのです。その中から忍び出た小物の一人、北町の金森友の城を呼んできましたが、その時はもう何もかも済んだ後だったのです。